日曜日、時刻は夕方6時を回りました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛てにいただいたメッセージをご紹介します。皆さん、いつもありがとうございます。今日は大阪府のヤギマさんから。結婚して6年目の私たち夫婦ですが、実は先月7月8日に待望の長女を出産しました。わー、おめでとうございます。お疲れ様です。雲の上で我こそはと手を挙げて私たち夫婦のところに来ることを選んでくれたであろう我が子。不器用な私たちですが、大切に大切に育てたいと思います。いやー、肝心のお名前なのですが、なんとリホちゃんになりました。このリホはですね、リは断りのリ、理解、理由のリになってますね。そしてホは私と同じ船のホとなってます。旦那さんと毎日夜な夜な考えて、12ある候補の中からランキングをつけて1位になったのがリホちゃんです。こんなご縁、本当に嬉しい。娘が大きくなったら吉岡里帆さんのことを自慢したいです。いや、嬉しいですね。いいんですか、私で。ずっとずっと活躍していてください。応援しています。いやー、そうですか。ちょっと同じ名前っていうのでもう光栄なんですけども、私もこの理科の理の方のリホちゃんが、そうだな、私のことをちゃんと認識してくれるぐらいの年齢まではちゃんとお仕事頑張って、はい、一生懸命生きていきたいと思います。いや、でもやっぱ名前ってすごい、私もいろいろ考えてつけてもらった名前なんですけど、まあ、名は体を表すとか言いますから、こうやって慎重につけてくれた名前はお子さんの守りになるんじゃないかなと思います。本当にご出産おめでとうございます。ラジオネームヤギマさんには、イラストレーター逆さの傘さんがデザインしてくれた番組オリジナルのマグカップをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは物の哀れの玉置周慶さんです。玉置周慶さんは1993年東京都八丈島出身、2013年に物の哀れを結成。文学的かつ遊び心のあるサウンドは多くの方を魅了しています。またドスモノスのタイタンさんと一緒に配信しているポッドキャスト番組キキカイカイも話題。今日は音楽からポッドキャストのお話まで、玉置さんの創作の源に迫ってみたいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月3週目はインテリアスタイリストの坂野まどかさんにお話を伺います。今回のテーマは器や花瓶のスタイリングや活用術です。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ、ゲストは物の哀れの玉置周慶さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは。いや、何を笑ってんですか。本当にごめんなさい。いや、私のラジオ夕方の6時に放送されてまして、はい、結構こうゆったりした時間帯の、そうです、黄昏時というか、そうなんですよ、はい、でちょっとこうしっとりしたような雰囲気っていうのをすごく大事にしているんですけど、はい、ちょっと今回無理だなって思ってます。どうしてですかっていう、ちょっといろいろ理由があるんですか。はい、まあ、ちょっと理由はいろいろあるんですけど、はい、まず今回初めましてなんですよ、玉置さんと私、ね、はい、はい、で、昨年6月にですね、ドスモノスのタイタンさんがこの番組に来てくださいまして、はい、玉置さんのお話もいろいろ伺っていました。はい、でもこうイメージしてた姿とちょっと違って、まあ、まずリーゼントなんだなっていう意外性っていうか見た目で。いや違うんです、はい、なんかすごいこう物の哀れさんの曲とか聞いてたら、なんか本当こう、なんかチルを感じるし、で詞もすごく繊細で素敵だし、ありがとうございます。そうですよね、なんかハードな感じじゃないですよね。そう、ハードなイメージが本当にゼロで、しかも同い年なんですよ、玉置さんと私。あ、そうですね。そう、93年生まれですよね。93年12月5日、はい、私1月15日なんで。あれ、じゃあもう星座とかも一緒ぐらい。あ、ヤギ座。あ、伊手座です。あ、違う。まあ近い、あるあるです、冬近いです、冬生まれみたいなね、共通点とかもあって、ちょっと本当リーゼントにもっとさらっと行こうと思ってたんですけど、なぜリーゼントにしようってなったんですか。いや、でも2つあって、1つは本当タイタン君と話していくうちに、僕が蓋をしていた、いわゆるこう男性的な、少しこう暴力気味な
良さがあると思っていて、はい、ただ人を傷つけたいとかじゃなくて、うんうん、少しこう暴力的にコミュニケーション取らないと到達できない結論とかがあるなっていうのを、はい、あのタイタン君と話しているうちに実感するようになってきまして、はい、結構そういう面がバンドにも出るようになってきた最近、はい、というのが音にもそうですね、まあ、音はまあ僕が決めてなくてメンバーが決めてるんでそんなに影響ないかもですけど、はい、ライブのパフォーマンスとかも結構こうハードめになってくるようになってすごいですね、はい、本を第1冊目の危機開会明快辞典を出された時のインタビューとかで玉置さんタイタンさんがおっしゃってたのかな、はい、やっぱ2人が初めほとんど喋ったことのない2人がずっと続けていくところで、はいはいこう関係性が成長していくっていう過程も見れるのが面白い本なんですよって。そうですよね、うん、あいつは口がうまいのでそれを関係性が成長していくという言い方をしますが、はいはい、僕からすると暴力的になっていったというか もっと真面目に言葉とは何かとかをこう、はい、語らうような、うんうんうん、それこそこの時間にやっていてもおかしくないぐらいの真摯さ、はい、丁寧さみたいなのがあったと思うんですけど、はい、途中からはもうこのラジオで言えないような言い合いというかでもなんかそれが笑えてくるんですよねなんかいやむちゃくちゃ笑えますよね、うん、先ほどお話にもありましたがタイタンさんと一緒に配信されているポッドキャスト番組危機開会こちらはね、はい、本当相変わらず大人気ですけども、この2020年5月に配信がスタートし3年目となりました、はいまあ、今ねお話にもありましたけどもちょっとずつ進化していっている中で私も先日タイタンさんが来ていただいた時に映画ハケアニメの映画に出ていたんですけども、はい招待券みたいなのをプレゼントしましてそうかあれ吉岡さんとかだったんですねそうなんですよもしよかったらみたいな感じでお渡ししたら見に行ってくださって、でそれをしかもポッドキャストで喋ってくださったそうでありがとうございました。本当にいい映画でいや本当丁寧に2人がこう分析しながら話してくれてるのがめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、はいうんうん、私もゲラーでいただいて読んだんですけど、はい、本当関係ない話が面白すぎてそう申し訳ないんですけど、ね、いやめちゃくちゃ嬉しかったです。本当にすっごいちゃんと感じながら見ていただいてるんだなって思って、うんうんうん、嬉しいなって思いつつなんかやっぱ玉置さんのツッコミがなんか強いなんだろう分かんないけどすごい笑っちゃうんですよね文字に怒ってるだけでそうですかもうツッコミって言われることがもう恥ずかしくてごめんなさいすいませんツッコミっていうかいやでも意見なんか悪い方向に行きそうなんでツッコミでも大丈夫ですもんそうですよねなんか、はい、そうですね、うん、それこそタイタンぐらいにしかしないですけどねそんなそんな強い言葉 でいやもうだって普通の、はい、お茶とかしながらこんなこと言ってたら、うん、普通喧嘩になるだろうっていうような内容なんでねだからなんか2人が絶対的な信頼関係のもと、うん、思ってることを全部言ってるなって感じが最高に楽しいですね。確かに、うん、結構ノー編集で配信されてるんですか。ほとんどそうですね少しまあギリギリのところを攻めてるのでね、うんうんうん、なんか本当に行っちゃいけないとこまで行っちゃったとかがあればちょっとカットしたりとかはあるけどっていう、はい、そうですよね全然行っちゃいけないことをいっぱい言っちゃいそうですもんね。そうなんですよで別になんかそういうキャラでやってきたわけでもないんで俺らはタブーをやってるぜとかなんかそれのももう最初から手詰まりなんであそれもやめたかった でもなんかそこに近い多くの人が平均的なコミュニケーションを求めてる時代だと思うんで、はい、傷つけない笑いとかにも代表されるようなっていうか、はい、あんまりこう刺激物すぎると困るっていう人がたくさんおそらくいて、はい、でもそういう社会にどんどんなってっちゃうと今度はいやもっと刺激が欲しいって人が増えてきて、うんはい、っていう人たち用に、うん、その人たちだけでもう聞いてくれるのは十分なんでっていうことでポッドキャストではちょっと刺激強めに喋るっていうことをやってます、ね、そういうことだったんです ね, そうですよね。いやもう最高に面白いんですけどもいやいや、まあ、現在タイタンさんとの関係性ってどうですか3年目となりっていやもう本当にいやもうよくわかんない関係になっちゃいました、はい、最初は僕は友達として喋ってるそれが楽しいから彼の家に行って、うん撮るっていうだけだったんですけど、うんうん、もうなんか本も出すし、はい、なんか展示みたいなのも始めるし、はい、でなんかこうプロデューサー業をタイタンさんが勝手にどんどんやってってそれを玉置さんが全然俺聞いてないんだけどってなってる構図めっちゃ面白いですよね。いやそうですだから8月17日に本が出たんですけど、はい、それも僕もう概要とか知らなくてあの発売日と
なんかこの日開けといてってだけ言われて、はい、それが後から聞いた発売日だったってやばいですねやばいですよ、はい、すごいですよ ね、 ね。そして今お話に出ました危機開会、新しい本が出版されました、はいはい、うん、どうですか今回の危機開会は。今回は一応漫画雑誌かな。お、漫画雑誌、しかも今ね、出来たてほやほやの、そうなんです、ものをサンプル通貨持ってきて、はいはい、くださって、そうなんですよ。これ本当にでも私が開けて大丈夫ですか。いやもうだからタイトンがね、吉岡さんに開けてもらってくれっつって僕が渡してきたんで、はい、僕はまだ原本も見てないし概要もそんなに分かってないんだけどももう開けますよいやもう、はい、もう光栄ですよ。いやすいません、開封の日が、こんな開封までさせていただいちゃってね、はいはい、タイタンさんがやっぱり玉置さんは最強の生活者だという言葉を残されてるんですけども、うん、はい、なんか勝手に言葉にするなって怒ってらっしゃいましたけどもいやいや、そうですね、あといろいろ言われてたんでね、曲ができないのはなんか言い訳だとかなんかね、はい、結構言われてますよね。そう言われて、あの外圧がね外圧なんですよ。外圧ってすごいですね。ああ、友達を外圧って言ってる人初めて会いましただからすごい、なんか想像してたのとまた全然違う。ああ、これかなりコア、かっこいい、これめっちゃかっこいい、すげえ。なぜかスタッフさんも立って見てらっしゃるって初めてではないです。みんな初めて見た？そんなことあります？いやだって僕も初めて見たんですから。いやいやいや、おかしいおかしい。かっこいいっすね。すごいいいじゃないですか。私結構一作目のこの辞典形式もすっごい好きで、あ、ありがとうございます。なんか文字ちっちゃくて、はい、辞典と同じサイズで、はいはい、とんでもない量の言葉が入ってるのもおしゃれでいいなと思ってたんですけど。はいはい。あとこれまだこ。ちょっと僕も今衝撃受けてるんですけど私おしゃれすぎてどういうことかよく分かんないなと思ってたんですけどこれ、ね、中身おしゃれすぎるやつかと思った中身が全部白紙だったっていうまあまだね、すいません、まだこのサンプルですから、そうですね、チェックしてればっかりに、うん、なんかもう感じろみたいなことなのかなと思いました。ポッドキャストで言ったことは思い出して感じろよみたいな。いや、すいません、ここ、こんな偽札みたいなことをやりたかったわけじゃなくてなんか新聞紙みたいな、なんか、まあ、文字はちょっと想像していただいてはい、これ想像します、はい、この副タイトル、日々を薄く支配する文化と経済の謎と不条理を強引に面白がるポッドキャスト初マガジンということで、はい、タイタンの言葉です僕はあのそういう語りはできないんですが、まあ、でもそういう強引にっていうのが多分ポイントなんだと思いますね、うんうん、でもなんか2人がその、はい、社会的な情勢のことだったり、今流行っているものだったり、あのニッチな映画だったりとか文化とかを取り上げて本当に強引に面白おかしく喋ってるところが、うん、もうあんまり見たことはなくて、私他の方でやってる人が、やってる人を、はいはい、うん、だからすごく新鮮で、はい、なんかもっともっと作品とか文化的なものを取り扱って批評みたいなする人たちって細かく分析していって、自分はでもこう思うんだよねっていう、こう正論をずっと続けていくようなイメージがあるんですけど、2人のなんか人としてのなんかある種かっこつけすぎてない、はいはい、なんかかっこ悪いところも含めて出してくれるから愛せるっていうか、おお、いや、それはすごくこう嬉しいコメントというか、うん、そうっすね、ですけど、多分タイタンがそういう性格で、うんうん、あんまり批評とか正しさみたいなのが強くなりすぎると、うんうん、社会的に結局それのせいで苦しくなってくる人が絶対いるから、うん、あんまり正しさで論じるというよりは実際本当はみんなこう思ってるんじゃないのっていうベースで喋れば、うんうん、何でも大体強引に面白がれるんだっていうようなことらしく、はい、あいつが言うように僕は生活者なんで、はい、生活者はそういうのが一番得意っていうかあの理念じゃなくて実際そうだよねっていう話はまあしやすいってことで、うん、だからめちゃくちゃ生っぽいですよね。変な嘘ついたりもしないし、うんうん、なんだろう、なんか表面上気持ちのいい言葉だけ発してるわけではないから、はい、なんかすごい、あ、なんか信じれるなっていうか、あ、いや、うん、本当にありがとうございます、はい、感じしてました。いや、どうも、はい、いや、どうもどうも改めて危機開会は毎週火曜日の夕方6時に更新されます。ぜひチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。
ます、はい、ではここで物の哀れの楽曲をお送りしましょう。曲紹介お願いします。えい、物の哀れで風の向きが変わって。お送りしたのは物の哀れで風の向きが変わってでした。ういっす、ういっす。こちらはどんな思いで作られた曲ですか？これはあの風が向かい風って言葉があるじゃないですか、はい、あのすごい嫌な意味で使われることも多いと思うんですけど、逆境みたいな、うん、でもなんかその風が気持ちいいこともありますよね、うん、シンプル風が気持ちいいってこともありますよねみたいなことを言いたくて、いや書いた曲でございます、うん、じゃあちょっとこう逆境にいる人にも前向きになってもらえるような力もありますね。そうですね、なんか自分になんか周りの人じゃなくてあなたが一番大切にしてるもの何なんですかみたいな、うんうん、なんかそう、まあ、歌詞は別にそこまでは書いてないですけど、はい、そういうつもりで、はい、いや詩人ですよね玉置さん。いや面白いです本当に。そうですか。いやだっていやそう、リーゼントですから。だから私やっぱり歌詞とすごい今ギャップもあるんですけど、でもやっぱ話してると初めなんかリーゼントでロックでいかつくてみたいな、タイタンさんとのやり取りもいっぱい見てるしとかもあったんですけど、やっぱり根っこはすごく繊細で優しくて、なんだろうな、相手のこといっぱい考えてる人だなって思います。何の音ですか？いやあの、はあ、いや肺から空気出すのでやっとで、すごいですね、なんかあの緊張感っていうか、あの見透かされてるという当たってるかどうかも分かんないんですけど自分で、なんか緊張感ありました。なんかいや嬉しいんですけど。本当ですか、すいません緊張感与えて。いやいやいや、やっぱ外圧がね人を変えるんで気持ちよくもあるんですけど、はい、UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに物の哀れの玉置周恵さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします、うん、UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は物の哀れの玉置周恵さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここからは玉置周恵さんご自身のことを伺っていきます。ご出身は東京都八丈島です。伊豆諸島ですね。はい、どんな魅力ある場所でしょうか？まあ海があって、火山島なので山もあってっていう感じで、はいはい、うん、山と海に囲まれた、まあ、自然豊かな島です、はいはい、どんな少年時代過ごしてましたか？小さい頃はもう海ですね、泳いだり、まあ、ヤドカリとかいるんで、はい、取って帰ってきてバケツに入れて育てたり、うんうん、というのがほとんどだったけれども、はい、まあ、中高生になったら野球部に入るんで、はい、はあ、もうそこからはもういわゆる野球部の生活。あ、へえ、野球少年だったんですね。そうですね、本当は入りたくなかったんですけど。なんで入ったんですか？なんか小学校の時体験入学で中学校の野球部に行って、はい、入る気ないけど、はい、行ったら先輩に俺のサインボールやるよって言われて。むちゃくちゃの先輩だな。その先輩が自信にみなぎってますね。先輩 B 級って中学校から使うちょっと大きい軟式の球、はい、ボールにサインして渡してくれて、うん、いらないけど受け取って帰って、その後入学したらお前サインボールあげたよな、はい、入れよって言われて。すごい、なんて横暴な理由、はい、そっからの感性だけで、はい、あの高3まで野球続けることになりましたね。すごいですね、よくやめずに来れましたね。まあ、あの月並みですけど、やったらやったでやっぱそこのコミュニティとか仲間の人たち、はい、といるのが楽しくなってね、それで続けられたのはあるんですけれども。そうなんですね、はい、そして2013年に物の哀れを結成されます、はい、メンバーの皆さんとはどこで知り合った、そしてどんな流れでバンド結成することになったんでしょうか？ギターの清純ってやつは、はい、あの島で一緒だったので、はい、高校から一緒ですので、まあ、幼馴染みたいなようなもんで、はい、残りの2人はドラムとベースは、大学のサークルで一緒になって、はい、ちょっとあの島の友達でバンドそれこそやるっていう人があんまり意外といなかったんで、はい、大学で行ってまで、うんうん、ちょっとサークルでもうめっちゃ人見知りなんですけど、はい、ほぼ初対面の状態で、はい、初めまして一緒にバンドやりませんかみたいな感じで、それはもう、武田彩子さんと柳沢豊さんのそのなんか楽
きができる様を見てスカウトしたって感じですか。そうですね、確かに2人の様ですね、うまいかどうかっていう、まあ、大学生のうまさんってね、正直、まあ、ね、たかが知れてるようなとこもあんで、そこっていうよりは2人に魅力感じたのは弾いてる姿でしたね。へえ、ぜひメンバーそれぞれの魅力を教えてください。いやそうですね。いやいやいや、もうめっちゃ恥ずかしいですけど。あ、恥ずかしいですか、すいません。いやでもなんかそうですね、こういうとこで恥ずかしいって言ってるやつが一番なんかこう恥ずかしいっていうかすいません、自意識が肥大し続けてるんですけど。セイジュンはあの、まあ、自慢と一緒で、はい、しかもなんかね、全幅の信頼を置いてくれてる感を出してくれるんで。ああ、いいですね。これはもう30じゃないですか今年。はい、もうなんかその全幅の信頼みたいなこと自体が貴重になってきて。すごくわかる。そうですよね、うん、なんか自分を信頼してくれてるっていうだけで、ね、もうそれだけで結構100倍力になるっていうか。そうですよね、やってやろうじゃねえかみたいな気持ちになる。でもなんかもう俺派遣アニメの吉岡さんしか見てないから、はい、なんかもう見てる気分になりましたね。でも豊かったけどは、まあ、ちょっとくく、はい、一人一人行きたいぐらいだが、ちょっとそれこそ恥ずかしいんで。わ、はい、かりました。なんかまあ二人ともなんかね、すげえ気遣いで優しくて、うん、まあでもこれもだから青春と近いのかな結局。はい、なんかあの何をやっても許される感を出してくれる。もちろん失敗すると怒られるんですけど。はい、なんかそのなんていうんですかね、プレッシャーがないっていういて。はい、うん、ああいいですね。そうっすね。それはなんかすごい。続けていく上で重要っていうか、できるだけ気を使った俺を傷つけない方で注意してくれたりとか。優しい。時にそれが痛いんですけど、うん、苦しくなりますね。優しくされると。そうですね。すげえ、もうそんな優しくしないで。サビ終わり。そう、優しくされると苦しいこともあるんだっていうね、勉強にもなったりするけど、そう、まあ、あとは普通にこの2人がいないとバンドが成立しないんで、さっき言ったように弾き姿とか、うん、この肉体感みたいなので誘ってるんで、もっと身体的なところで信頼を置いてますね、はい、この2人にはね。ちなみにメンバーの皆さん、ポッドキャスト番組聞き会館については何とおっしゃってますか。はあの全く触れてこないです。あれ意外と、あのやっぱ気まずいですからね、その言葉がなかったらとか、はい、歌詞とかではそういうこと言ってるのに、はい、ポッドキャストでは「ダセーな!」とかそういうこと言ってるんですよ僕は。いやだから私、あの、はい、本当に今まさに出ましたけど、はい、2019年のアルバム「はい、かけがえのないもの」に収録されてる「言葉がなかったら」が「もののあれ」で結構一番好きな曲で、私は玉置さんが書いてる歌詞で本当に好きで。はい、の玉置さんとポッドキャストの玉置さんが本当に同一人物と思えないぐらいかけ離れてて、でもどっちも玉置さんだからどっちも面白いなんですけど。いや、まあ、そう言っていただけると本当に、うん、助かるとか、その本当にすごい。でも人間ってこうだよねって思えてすごいいいっていうか。そんな中でですけど、私言葉がなかったらから好きなフレーズ出していいですか。はい、いや本当にいい歌詞なんですよね。でも私やっぱこの冒頭のこれが好きですね。言葉がほんの一つ多すぎただけで、この世にたった一人の人にさよならをした、うん、なんて繊細な歌詞を書く人なんだって思いましたね。言葉のこの繊細さと、私もやっぱりこのいろんなとこで取材していただいたりとか、なんか発信する仕事をしてるのもあって、はい、もう言葉の危うさを本当に毎日感じていて、うんうんうん、伝えたいことっていつも明確にあるし、自分の意見も持っているタイプなんだけれど、これを言って傷つく人がいるのかもしれないとか思うと何も言えなくなっちゃうような時もあって、でもそれじゃあ意味がない、はい、何のために外に出て表に出てんだとも思うんで、うん、すごいこう言葉って、うん、難しい。そうですね、うん、いや、まあ、本当に分かります。だから僕もこういうラジオもですけど、何か人前に立っておしゃべりする時に、別にプロじゃないですからしゃべりの、なんか、はい、もうめっちゃ落ち込むこともありますし。あ、本当ですか。はい、なんか例えばさっきの ね、はい、メンバーは聞いてないと思いますとかも、はい、なんか危機としてそういうのしゃべって、うん、なんか万が一これを逆にまたメンバー聞いた時にどう思うんだとか。もうすごい連鎖に入ってもう抜け出せなくなってるじゃないですか。一生その車から僕は抜け出せないんですけど、なんか、まあ、でもそれが宿命っつうか、うん、そういうことをまあむしろ歌いたかったというか、はい、
さっきの外圧って言葉結構僕は大事にしていて、なんか無菌室みたいな、傷つかないし誰を傷つけることもない世界で生きていくのは不可能じゃないですか、人と一緒に生きていく以上。思いもよらぬことでね、傷つけたり傷つけられたりするんで、だからそういうのを分かった上で、あの言語化をできるだけ自分の気持ちをちゃんと言語化しようって方向を目指そうっていうことだったんですけど、そういうことか。だってタイタンさんにも絶対屈しないっていうエネルギー感じますもんね。あの絶対負けないですもんね。そうですね、だから外圧を与えてくるやつにはやっぱ与え返さなきゃいけないなと思っていて、見極めようで、そうですね、喧嘩じゃなくて、多分そういう気概のある人にそういう気概、同じような気概でぶつかっていった時に、なんか思っても見ないような結論に着地したりすることがあって、それはそう、なんかこう撫で合うようなコミュニケーションとかとは、生まれない結論なんじゃないかなとか思うことがあるんですよね。いや、それめっちゃわかりますよ。私もなんかラジオしてて、その自分もインタビューされる仕事をしてるんで、嫌な思いとか不快な思いをする LINE とかってわかるんですよね。これ以上踏み込まれすぎたくないよねって思う時もある反面、でもこの人はきっともっと自分が、なんだろうな、なんかむき出しで思ってることを伝えたら、この人も返してくれるかもしれないって期待できた時は、もう絶対向き合って、なんだろう、ぶつけてみようじゃないけど、自分の気持ちを、うわ、めっちゃわかりますそれ、言ってみようってやっぱ思うから、もうこのね、最後の、すいません、何回も、最後の歌詞が本当よくて、言葉に直したら嘘になってしまうとしても、ギリギリのところまで表していたいんだっていう、本当これって思いました。わ、やっぱできるだけギリギリまで頑張ってみたいって思う人とのコミュニケーション、それを言っていただけるのは本当嬉しいですね。そして、音楽のお話で言うと、玉置さんアコースティックユニットでも活動されているんですよね。はい、そうですね。水といって、さっき言った島出身のギターの清純と二人でアコースティックユニットをやってるんですが、はい、フェスにも出演されるんですよね。はい、スペースシャワーが主催する新たな野外イベント、エポックスミュージック&アートコレクティブという軽井沢、軽井沢っていうね、軽井沢でやるの最高じゃないですか。良さそうですよね。涼しそうだし、ね、あ、確かにね、水の雰囲気と、そうなんですよ。だからすごい楽しみにしていて、はい、水は10月1日日曜日の方に出演されます。皆さんぜひチェックしてみてください。では後半は玉置周慶さんのライフスタイルについて伺っていきます。あ、ご自宅お写真いただきました、ありがとうございます。これみんなこれやってんですか、めちゃくちゃ恥ずかしかったんですけど。いや、でもあの、協力していただいてありがとうございます。いやすいません、ちょっとラジオなんでね、お写真は見せられないんですけど、雰囲気だけやはりおしゃれなお家でした、はい、いやいや、あの丸テーブルと木目調の家具が、あの、ポイントですね、はい、そうですね、そして私が気になったところは、テレビの前にあるちょっとした小物が置いてあるスペース、これ何を置かれてるんですか。え、なんかお気に入りコーナー感が出てて可愛いなと思って。いや、本当そうです、お気に入りコーナーです、ね、なんか奮発して買った花瓶とか、あー、可愛らしいです、ね、あんまり物にこだわらないところが結構多くて、そこにある家具も友人のなんか建築家みたいな人にアドバイスっていうか、その人の指定したものを揃えただけみたいな感じで、そうなんですね、全くその自分が反映された部屋みたいなことでもなくて、心地はいいんですけど、はい、なんでそう、ちっちゃいそういう鈴とか、はい、鈴とかホイッスル大好きなんですけど僕、ホイッスルとかどっか海外旅行行っても文房具屋とか行って売ってたら買っちゃうんですよ、うん、ホイッスルの魅力は、あ、なんかでかい音が出るっていうか、そう、何なんでしょう、分かんない、少年子供みたいな、小学生の男の子みたいな、木刀家みたいな感じで、まあ涼しい音色が出るんで、ホイッスル、まあ笛とかも普通に好きですけど、そういうのを結構集めて、中でも見た目が可愛いのだけそこに置いとくとか、いい趣味ですね。あ、この壁に貼ってあるポストカードみたいなのも可愛いですね。このマスキングテープで貼ってるところがとってもキュートだなと思いました。ありがとうございます。それ最近壁が
なんていうんですか、壁を使うと部屋の面積が増えるっていうことに最近気づいて、はい、あの作業部屋とかもそうなんですけど、うんうん、今までいろんな資料を全部テーブルの上に置いて作業してて、はい、結構友達の家とか行ったら、うん、壁に貼ってる人多くて資料を、あ、へー、あ、壁もテーブルとして使えるんだってその時気づいて、はい、なんか僕そういうのにめっちゃ興奮するんですよ。なんでですか？分かんないけど、うまくライフハック、ワクワクみたいなことですか？そうです。しかもそれがなんか、あの伊藤家の食卓みたいなんまでいかないっつうか、はい、そっか、壁に貼るとかいうそんなめっちゃ単純なことだったんだみたいなことに興奮するというか、それでリビングにもいろいろ好きなもの貼ってったら、買ったけど重ねて置いといてたポストカードとかが目に見えるようになったんで、はい、あ、こんな簡単なことだったんだと思って結構うっとりしてましたね。本当にもううっとりしてるの想像するとめっちゃ面白いですね。やっぱ壁ペタペタやってますか？うん、なんか私父親がすごい筆まめな人で、はい、誕生日のためにポストカードにこうメッセージとか、昔はなんかお年玉をもらったらその袋に絶対こうなんかアドバイスのメッセージみたいなの書いてくれる人で、リホが咲きたいように咲けますようにっていうなんか言葉をくれたポストカードがあって、めっちゃいい、もうめっちゃ良くて、それが確かにもうすっごい気に入ってて、すごい咲く、花の咲くですよね。だからね、そうです、そうです、いつもそれは見えるところに飾ってます。うわー、すごいいい話。いや、はずいっすね、やっぱり自分の話って。いや、なんか言いながらめちゃくちゃなんか何話してんだろうって気持ちで。いやめちゃくちゃ素敵ですよ、それは。本当に僕も手紙取っといてるゾーンありますよ。あ、ありますか？はい、うん、文通を結構友達としてた時期があって、なんか手紙のあの何ていうんですか、全部に返事しなくていい感じ、いいですよね。めちゃくちゃいい。あと、もう時間もね、それこそゆっくりでいいし。そうなんですよ、うん、別に返さなくてもいいですしね。そうそう、そこがなんかめちゃくちゃ良くて、うん、もう基本まあ LINE とかね、はい、あの読んだかどうか、あの通知がいっちゃうような機能がほとんどなんで、うん、その時点でもう戦いが始まってるっていうか、うん、それで僕 LINE とか100件とか溜まっちゃうんですけど。よくないところなんですが、でも苦しくなりますよね、数字が上がれば上がるほど。そうですね、コミュニケーションに時間制限がないっていうこと自体にもうめちゃくちゃ魅力を感じて、うんうん、それで未だに一人とは文通し続けたりしてますね、うん、いや素晴らしい。いやいいですね、手紙は良いですよ。 あんなね、いつまでもなくならないでほしいですよね。そうですね。いやちょっといろんなお話聞いてきましたけども、はい、ね、UR ライフスタイルカレッジいかがでしたか？緊張してたんですけれども、はい、吉岡さんが優しくて、はい、こんなにねしっかり話せて、はい、タイタンと、はい、の因縁も解消できたんで、うん、分かってもらえたっていうか、僕は別に口が悪いだけのやつじゃないというか、はい、それが伝えられてよかったです。いや本当に今日は来ていただいてとても楽しかったです、はい、ゲストはもののあわれの玉置周慶さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。今日のゲストは玉置周慶さんでした。いやなんかいろんな意味でギャップを感じる回でしたね。やっぱ来られる前はすごい、まあ、キリ開々見ててもツッコミの速さとかソリッドな言葉選びとかから結構厳しい空気感でピリッとした感じでラジオ始まるかなって思ってたんですけど、もう全然真逆で、もう会った瞬間からすごいニコニコしちゃいましたね。あと本当に小顔でシュッとされてるんですけど、リーゼントがちょんってこうおでこにあって、それがとってもなんか愛嬌がありましたね。玉置さんとのお話ちょっとずつ共通言語が見出せてきて、もっと喋りたいなーってそんな風に思う回でした。今日はありがとうございました。そんな玉置周慶さんとの写真もアップされています。番組ホームページやツイッター、インスタもぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えば誰かにシェアしたい、ちょっとした幸せを感じた瞬間、おうち時間の過ごし方や気分転換方法、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのマグカップをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。では UR ライフスタイルカレッジ、また来週お会いしましょう。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な一週間になりますように。